はい、FM 流進堂 DJ の流進です。また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 久しぶりの放送なんですけれども、もう最近ですね、ラジオデジオをですね、撮る時間っていうのがもう全く撮れなくなってしまってですね、もうかろうじてパソコンの前にですね、デジオのことを忘れることなかれということで、録音機だけが置いてあるわけです。で、そうこうしているうちに前回から何ヶ月かね、時間が経ってしまうというような感じになっているわけですね。このデジオっていうメディア、もう今誰が続けているんでしょうかと。まあ続けてる人はねたくさんいると思うんだけれども、やっぱり今自分の中でもうここ5年ぐらいかな、デジオをやり始めて5年の間にですね、だいぶ自分自身の環境、また自分の周り、自分を取り巻く環境っていうのがものすごく変わってきたんですね。で、一つはやっぱり周りがですね、結婚する人がものすごく増えたっていうことがあります。で、本当にですね、もう最近、僕の周りの、友人なり、仕事仲間なりボランティア仲間なりね、大学時代の同級生だったり、そういう人たちを見てもですね、全くもって状況は周りが変わってきましてですね、もうほとんど結婚してますね。ほとんど結婚してまして、中にはね、車持ってる、家持ってる、家を買ったとかね、車を持ってる、子供ができたね、そんなような感じでの人たちばっかりですよ。で、僕自身もやっぱりこの5年間というのはものすごく状況が変わってまして、住んでるところはね、相変わらず東京都練馬区の江古田に住んでるんですけれども、かれこれね、もう6、7年ぐらい目になるんですけれどもね、そこ住み始めて。で、住む場所は変わってないんですけれども、やっぱり職場っていうのがね、神奈川県の、実家の方なんですけれども、実家に勤めている、わけですね。で、そこまでの距離がね結構長いんですけれども、基本的にはいつも電車で通ってるんですね。僕は車持ってなくてですね、基本的にはいつも電車で移動するんですけれども、実家帰ると車貸してもらっていろいろドライブしたりもするんですが、基本的には自分の車持っておりません。で、そこまで通ってるわけですね。で、やっぱり震災の影響でですね、いろいろな僕自身の生活の変化や心境の変化っていうのがありまして、その震災に対する思いっていうのはね、過去のデジオの中で話してきたので今日は割愛したいと思うんですけれども、その後の行動としてやっぱり変化があったのが、一つは震災復興支援という形で、細々とですけれども、本当に細々とですけれども、岩手県の釜石市大槌町なんかにね、通わせていただいてですね、足げく通わせていただいて、活動しているわけですけれども、で、やっぱその中でですね、やっぱり震災支援していくうちに、やっぱ地元を守る、グループっていうのが、として消防団っていうのがね、大きいなっていうことが分かりまして、で、ちょうど消防団の方から地元の方でですね、入団のお誘いがあったものですから、入団したんですね。
でそれがここ1年ぐらいの話、そしてまた新しい流れとしてですね、書道っていうのをつい先々週から始めまして、書道というとね、ちょっと重たいんですけれども習字ですね、習字っていうのを習い始めまして、自分の人生の中で今までずっとこう後回しにしてきたもの、逃げてきたものに対して、まあ、やっとこさ重い腰を上げてですね、やっていこうかなというふうに、まあ、やっと実行に移すようになってきたわけですね。で今までは気持ちはあったんですね、やりたいなっていう気持ちはあったんだけれども、やっぱりそれをやるだけの労力がまだ追いついてませんでして、やっぱり日々は忙しく過ぎていくわけでございますよ。非常に忙しく日々が過ぎていって、なかなかこう新しい習い事っていうのがねできなかった。でやっぱり人間っていうのはなかなか一人のこの人生の中でいくつもね同時進行でやるっていうのは本当に難しいことですよ。これは本当に難しいことです。でそうやって新しいことにですね、ここ 1,2 年は、まあ、消防団に入ったっていうことと、そして、習字をね始めるようになったということで、まあ、新しいことが始まるなというねことに非常にこうワクワクしているわけなんですけれども、で、まあ、毎年ね、必ず毎年というか、まあ、定期的にですね、新しいものに触れてみる、新しいものを始めてみる、なんか好奇心がこう動くようなねことに挑戦してみるということを忘れないで年を取りたいなと思っております。で、まあ、このデジオというのもだからといってね、やめるわけじゃなくて、まあ、淡々と続けていきながら、その時その時の、私の周りで起こること、僕の周りで起こったことについて何か何らかのね、足跡をね残せたらいいなと思っております。今日はこれで失礼いたします。